橋本マナミの旦那はイケメン医師、病院は何かで年齢は国民の愛人というキャッチフレーズがつくほど上品な色気が魅力な橋本マナミさん。そんな橋本マナミさんは結婚されていますが、どんな旦那さんなのでしょうか。美人な橋本マナミさんの旦那さんとなると、年齢や画像はあるのかなど気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、橋本マナミさんの旦那さんについて詳しく調査してみたいと思います。橋本マナミの旦那はイケメン医師、年齢は2019年11月27日に一般男性と入籍された橋本マナミさん。交際期間は2年弱で、結婚する1年くらい前から同棲生活を送っていたんだそうですよ。そんな橋本マナミさんの旦那は一般男性だそうですが、勤務医1歳年下ということが報道されて分かっているようです。ですので、2022年5月現在の橋本マナミさんの年齢が37歳なので、橋本マナミさんの医師の旦那の年齢は36歳だと思われます。さて、気になる橋本マナミさんの旦那の画像はあるのでしょうか。調査してみましたが、残念ながらお顔がわかる画像は公表されていない模様です。しかし、橋本マナミさんが旦那について、実物の旦那はイケメンだと明かして似顔絵を公表されていました。その画像を見てみたのですが、橋本マナミさんの旦那がイケメンだとは感じ取れませんね。ただその他、橋本マナミさんは旦那について、歌手の川口京吾さんに似たイケメンだと言われていることもわかりました。川口京吾さんをイメージすると、イケメンだと言われるのも納得できそうですね。よって、橋本マナミさんの旦那はイケメン医師で間違いないのではないでしょうか。橋本マナミの旦那の病院は何しな。橋本マナミさんの旦那がイケメン医師であることが分かりましたが、勤務している病院や何かにいるのか調査してみたいと思います。噂では橋本マナミさんの旦那は都内の勤務医だと言われているようです。ですが2022年5月現在、橋本マナミさんの旦那がどこの病院で医師をしているのか、何かの医師なのか情報を得ることはできませんでした。医師という職業柄もあるかもしれませんが、橋本マナミさんの旦那のプライベートな情報はしっかり守られているようですね。橋本マナミと旦那の馴れ初めは？橋本マナミさんとイケメン医師の旦那さんの馴れ初めは何だったのでしょうか？調べてみたところ、出会いは結婚する2年前のクリスマスに行われた橋本マナミさん主催の食事会のパーティーだそうですよ。橋本マナミさんの友人が橋本マナミさんの旦那となる男性をたまたま連れてきたんだそうです。実は、橋本マナミさんの一目惚れだったんだとか。橋本マナミさんの旦那の第一印象はとても良くて、誠実で真面目なオーラがあり、女性に興味がない感じが良かったんだそうですよ。その後、初めて橋本マナミさんと旦那が2人で食事に行った時に、6から7時間もお店にいたそうです。このことから、これだけの時間を2人で楽しめる人ならと橋本マナミさんはますます旦那に惹かれて、交際に発展し結婚まで至ったようです。ちなみに橋本マナミさんは旦那と出会った当時、愛人キャラで結婚が遠のいていると感じていたようですが、この人なら結婚していいかなと思える相手に出会えた、と結婚するタイミングや旦那について明かされていたようです。